言ったー、KK です。今回ですね、こちらのラバーハンドデッキ紹介していこうと思います。直れちゃっていこうと思います。このね、ボムタワーが強いですね。で、前シーズンとかラバーといえば、まあ、ラバディガーは少なくて、ラババルーンのシーズンだったんですけど、まあ別に、今は別にラバディガーでも強いかなと思うんでね、このボムタワーの方だったら。やっていこうかなと思います。で、今126位ですね。で、ちょっと前に動画撮ってて、今さっきもうすぐ3分前とかで、しっかり4連勝してね、気持ちよくね決めたんですけどね、動画って、まあ、20分とか10何分とかの動画になると、少し書き込みの時間って、アルバムの自分の端末に書き込む時間があるんですよね。その動画を保存する時間かな。まあ、多少30、40秒とか、長い動画だと1分ぐらいとかなんですけど、その時間は今他のアプリやっててもいいし、とりあえず端末つけとけばいいんですよ。でも俺なんか今動画撮り終わった後すぐ次の動画撮ろうと思って端末再起動しちゃったんですよね。再起動すると動画撮った時のバグとかなくなるんで、再起動したんですよ。これシャトラバしていいんですよね、この。いきます。で、その書き込みの途中にやっちゃったから全部死んだって感じですね。めちゃくちゃ泣いてます。めっちゃいい動画だったね。だからもうそのね、さっきの動画撮れなかった分を取り返すべく、ちょっとボムターの位置悪かったんですけど、それ普通に、相手はラババルーンですかね。ここでもう一回展開かな。コンデッキ一番きついのがバルーンです。とにかくバルーンがきついです。これで左に戦術しちゃうとあんま良くないんで、なんでかというと相手ガゴがあるんですよね。ラバ盾のガゴとかが結構だるいんで、そんぐらいなら1-1に持っていくぐらいの方がいいですね。だよな。で、これでこっち行こうかな。 OK、 多分1-1交換できると思う。ベビドラ優秀すぎ。俺一応これも転がしておくことで多分5打ってくれるかな。打てないか。あ、これめっちゃ金削るね。あー、どうしようか、まあ、とりあえずこっちかな。俺は多分さっきと同じ感じになるんですけど、あれ同彩か。どうしよう。なるほどね。これはボムタワーだけで抑える。うわ、ガゴか、後ろから。で、ラバもう一回展開して、よいしょ。で、後ろにベビかな。やべ、あのメガゴなんとかしてくれ、頼む。このバルーンは無視して、うまい。ここなんすけど、一旦守ります。本気で全力でラババルーンを防衛します。全て使って、とりあえずポイズン貼って、 OKOK。 でボムタワーの方に行くんで、まあこれで守れますね。 OKOKOK。 ここにラバーつけちゃって、よいしょ。なるほど、まあいいかな、それは。縦線あるんで、先に多分縦線出てくるかな。出てこないか。 OKOK。 ここも全力防衛かな。先にインドラ出しといて、
ポイズン貼って、ちょっと待って、ボムタワー壊れんな。あぶねー。オッケー、生きる。来た。いやー、これ来たな。おいしょ。突然使った。よいしょ、ディガ止まんない。ジジよいしょってな感じでね。うわー、さっきの動画の方が良かったわ。うんさっきの動画の方が良かったわ。やっちゃった。まあでも5連勝か、すごいな。このデッキどんどんいきますか。ボムタワーが強いんですよね。とりあえず今の施設界隈でボムタワーがバカ強いんですよ。一番強いですね多分。なんかね、なんかちょっと前に強化されて、その時使われなかったんですけど、なんか使われてなかっただけで、ウォールブレイカーとかエリゴで流行ったシーズンにボムタワー強いんじゃねってなって使い始めたら、みんな強さに気づいたって感じですね。もうほんとそんな感じです。元から強かったんですよ、あいつ。爆破ついてからかな。爆破がいい味出てますよね、なんか。ラバとかに対しても、バルーンとかに対しても爆破が強いし。ええ。よし、全勝で終わろう。これもあるある言っていいですか。初手これは叩かれない。ツイッターやってる人なら分かると思うんですけど、初手これは叩かれるんですよ。でも初手ラバは叩かれないっていうね。もう世界の闇の矛盾をついていこうと思います。ロリーババ切って、うーん、待ちかな。ツインで合わせて、ボムタワーでもよかったな今の。うわ、なんかインドいいんだけど。エレキとか来たら最悪だ。うーわ、なんかすごい。これはデガーマルで、逆につってインドラは縦線かな。なるほど。インドラのタゲが怖い。ああ、今ロリババなかったらタワー行ってたわ。ナイスロリババ。インドラ入りのスキラですね。確かこれはエレキも入ってるかな。いや、入ってないわ。トレナ入ってるってことは、なんだ？アイウィズも入ってる。なんだ？ちょっと自分でオリジナルにした感じですかね。ってことは、まあ、ラバインドの形が多分最強かな、こっちの。相手も止めんのに。相手もインドラいるけど、こっちの後ろのインドラ止めんの。止めるカードないかな。で、ここ出して、裏かな。あー、フリーズか。そういう感じか。やべ。やべ。めっちゃいい感じに守られた。俺、良くなかったのは、インドがタゲ取られる前にディガー飛ばして、飛ばしとくべきでしたね。まあまあまあ。ここはいいかな。まあ、フリーズなんで、ポイズンあんま切りたくないですね。縦線あるんですけど、フリーズかけられたらだるいんで。そのボールは美味しい。ひたすらラバインドディガーで攻めましょう。で、必要だったらベビーつけ足す感じで。ここポイズン打っちゃっていいな。いや、打っちゃわないで。ここだな。で、裏に飛ばしたら多分ね、受けがないんだよね。ないね。ここなんですけど、一旦ボムタワーで。やばい香りがするんで。多分前ボーラー。いや、来ないのか。ここで来ないのか。いや、このインドラ捨てて、ちょっともったいなかったんですけど。うわ、なんか、形組まれてんな。ここはフリーズ使わせたいですね。できれば使わせて、で次の攻めの時にフリーズ使ってくれた分、あ、めっちゃ綺麗に処理されんじゃん。やば。これさ、その位置さ、めっちゃキング起動しそうじゃん。するよね、普通に。普通にするよな。
望。どうしよう、体育多いな、なんか。いや、相性いいはずなんですけどね、ちょっとしんどいね、なんか。ここで多分ディガーつけないでもう一回ラバなのかな。ポイズン、ポイズン、やべ、全然削れねえんだけど。どういうこと、何が。インドラ頑張れ、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 頑張れ、頑張れって。いや、いけるいけるいける。もう1ポイズン でリガープラスでいけば、ここさえ、ここしっかり押さえてあげて。うわ、ちょっと待って、よくないこれ、トルネでやられる。いや、でもどっちどっちどっち、スケラもう一回来るでしょ。あ、よー、なんかつまんない試合でしたね。ってな感じでね、まあなんだろう、これに関しては言うことがねえな。まあラバインドラが強いっすねってな感じで、89位いきましょう。どんどん、俺1個持ちネタがあるんですけど、これ実施しないとできないんですけど、片腕服から外して、いや、なんでもないです。今度そういう機会があったらやります。最近ね、なんか冬限定か知らないですけど、俺結構野菜ジュース好きなんですよ。好きっていうか自分のために飲んでる感じで、結構まあ味も別に嫌いじゃないですけど、最近ね、なんか朝のフルーツこれ1本みたいな、フルーツ版が出てて買ったんですよね。めっちゃフルーティーだったんですけど、なんかうさんくせえなって思って、もう二度と買わないっす。ラバー後から展開していきましょう。ホグなんで、おお、そのマスク美味しい。なんかうさんくさいんですよね。本当かってぐらい成分が書き込まれてる。本当にそんな入ってんの。絶対一個ぐらい増やしちゃろうってぐらい思いません？ 1 個増やしましたね、多分。裏飛ばしとくか、一応。うわ、出たー、やなめ。はい。相手のデッキ、謎。マスケコウモリババホグ。いや、1個ぐらい書き足してますよね、多分。そんな入ってる感じの味ではなかったんですよ。多分入ってて果実5個分ぐらいだったんですけど、うわうわうわ、出た。いや、これ信じていい？これで休養してもらって、ホグロイジャイか、なんか気持ち悪いな、どうしよう。変なデッキ使いますね、みんな。よいしょ、ケツラバでホグ来たらインドラかな。それはやばい。ホグなんて来た時にはもうボムタワーの餌食。ちょっと遅れたか、ちょっと遅れたか、ちょっと遅れたか。あべ、あべ、あべ。うわー、やべえ、あのコウモリ。なるほどな。コウモリもやばいんすよね。ザップだ。ちょっと待って、これやばいな。そうだ。こいつ、やなめやばい。いや。言うて削ってるけど、ケツインドラきつそうですね。マシマエラバでタゲ取りたいな。タゲ取って、でビビドラつけたい。ビビドラがね、多分相手からしたらめっちゃ嫌だと思うんで、でここディガかな。オッケー。あ、これはきつそう、なんか知らんけど。よし、うっ、発揮。おい、残った残った残った、ユニットが残った。よいしょ、で、よいしょ多いな、なんか今日。言いたくなるんですよね。はい。タイミングは完璧。誰が守れるか分かんない。一発も入れんなよ。よし。勝った。勝利を確信しました。ホグライダー、俺ここら辺で釣っちゃいます。ウェイ！ジジ。
いや強いっすよやっぱラバ。だって今何連勝してる俺。えよ、白鵬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 、あれちょっと待って、白鵬、白鵬、白鵬だ。白鵬でもこんな連勝しないっすよね。あ、起きてた。ラバだけだったら2、4、6、7ぐらい。白鵬でもしますかねってぐらい練習してますけど、もう一戦ぐらい行ってきますか。とりあえずプラス1いくか。次は再起動をしっかりしない、もういいや、今日はこの1本で取っとこう。毎日1本取れる時間あるわけじゃない。あ、作れば、早起きとかすればできるんですけど、そこまでのあれがちょっと厳しいものがあるんで、それはちょっと恥ずかしいし、恥ずかしいはよくわかんないな。まあベビーベビーやっぱ強いですね。なんて言うんだろうな、なんか弱点をお互いに補い合ってる感があるし、それぞれ一体一体としてもすごい強いカードだし、そのカードバランスとカードコストの感じが程よい、一番程よい。そう、ラバディガってそういうのだと思うんですよね。攻守のねバランスがめっちゃいいデッキだと思うんですよ。それ最初に言えばよかったな。マッチングしねー。よいしょ、お腹すいたな。いやだって俺これあるんですけど、今さっき言ってた朝のフルーツこれ1本、30品目の果実。嘘、絶対嘘。アサイの味とかしなかったもん。リンゴとオレンジとパイナップルぐらいかな入ってて、桃もちょっとあったかもしんない。絶対ね、梅とか味しなかったですもん。まあ、そういうた、あのあれらしいですけどね、それが入ってるわけじゃなくて、それ分のってことですかね、わかんないですけど、あんまりしかなかった。マッチングした、よし。うわ、ルーベン来た、よろしく、いくよ。この手札だったら初手ラバしていいんですけど、ちょっと待ちましょう、ちょっと待ちましょう。してもいいっすよ、してもいいんですけど、ちょっと待って、スケが来たんでスケ2体の方に出します。でこのボムタワーを構えます。なるほど、そう来たらインドラうまくバルに当たるようにして配置して、あれやばくねこれ。うわちょっと待って、最悪、一番最悪な、なんか当たり方した。うわうわー、事故った。ショテラバはやめましょうか。え、なんかやばくねデッキ。砂ですか、砂。きついなこれ、めっちゃきついな。7、8、これ行くしかないんですけど、どうせすぐインフェ立てられるんで、まあ、うわベビーから行く、うまっうまっ。あ、これはやられたわ。てな感じで、まあラバ掘りだったんですけど、まあどうでしたかね。ちょっとまあグッドゲームかなこれは。あれ、ショットラバ良くないか。でも本来なら、本来の相手のデッキっていうか、なんて言うんだろうな、いいんすよ全然。なんでっていうかっていうと、本来あんなエレキコウモリインフィみたいな鬼畜なことはないってはずなんで、本来ね。だからいいんすけど、ちょっとね例外もあるよっていうことでね、この動画を見ていただけたらいいかなと思います。ちょっと俺一回やってみたかったことがあるんですよね、言っていいですか。もしよければね、こちらのね動画にね高評価、うん、ほい、ちょっと待って、最初からやろう。もうちょい、うん向いてない。もしよろしければですね、この動画にね、高評価、あとチャンネル登録していただけたらありがたいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。やってみたかったんだよね、これ。